キュービコ、キュービの狐、または、キュービコ、キュービコリは、中国神話に見られる、伝説上の生物、九本の尾を持つ狐の霊獣、または妖怪である。中国の核王朝の詩書では、キュービの狐はその姿が、確認されることが太平の世や、明君のいる代を示す、随従とされる。宗書や、太平後期など一部の伝承では、天界より使わされた神獣であるとされる。 また、物語の中では、陰のダッキーや日本の玉も前のように美女に変化して、人々の世を惑わす、悪しき存在の正体である、ともされ、よく知られている。中国での九尾の狐についての記述の古い例には、三海行での九尾狐が挙げられる。獣がいる。外形は狐のようで、尾は九本。鳴き声は英字のようで、よく人を食う。 食べたものは孤独を退りけるという記述がある。三海業では他に、海外統計、対抗統計に、名称の記述がある。人を食べるという箇所があるが、霊言として、壁者の要素を付与されており、随獣として扱われていることが見て取れる。 百古通では、時の皇帝の徳が良いと世の中に現れる、随従の一つとして記されているほか、旧という数字は、子孫繁栄を示しているともあり、要数を持った随調を示す霊従であるとしている。武王を主役にした物語、武王軍団、あるいは、方針演技などの小説、その源流となった元の時代の、武王罰、中平和や民の時代の、春秋列国四殿などでは、 陰王朝を傾けたとされる美女、脱旗の正体が九尾の狐であるとされている。これらの物語あるいは、それを下地とした書物での記述が、後の時代には、漢文圏で広く知られるようになり、葛飾北斎、三国洋古伝、第一藩足尾御天の段玉も前の前身である。天竺の歌謡夫人が九尾の狐の正体を表し、逃走する、図藩足尾と九尾の狐。 歌川国吉の浮世絵より、那須塩原駅前にある九尾の狐の石像。日本では、平安時代頃まで中国の書物に書かれた影響から九尾狐や、狐全般は、随獣の一つとして認識されていたと考えられている。演技式の事務所式賞随上には、九尾ーの記載があり、真獣なり、その形赤色、あるいは曰く白色、音永児のことしとある。日本では、 九尾の狐の妖怪として玉も前の登場する物語が有名である。平安時代に飛ば上皇に仕えた玉も前という美女の正体が狐であったという物語は14世紀に成立した神明教にすでに見られる。しかし、室町時代の玉も物語などでは、尾が二本ある七尺の狐であると描写されており、九尾の狐とは語られていなかった。玉も前が 九尾の狐であるとされるようになったのは、脱気が九尾狐であるという物語が玉も前の物語に取り入れられるようになった江戸時代以降のことであると考えられる。玉も前の正体が九尾の狐であるという設定の物語を日本に定着させたのは、特本作家の高井蘭山が表した、特本、絵本三国洋普伝や岡田玉山、江本玉も丹などの作品である。一方、 同じく特本作家であった極帝馬琴は南宋里見八県伝において善玉である九尾の狐、正木狐を登場させている。馬琴は玉も前に代表される九尾の狐を悪玉であるとするイメージは方針演技などの物語に影響された近年のものであるとして知りけ、師書などを活用し、九尾の狐は元来随住で、 あるという交渉を作品や随筆の中で展開している。馬ンのように、九尾の狐は本来は、真珠で、物語の上で悪い狐であると語られるのは、俗説、高頭無形な創作である、という論考はそれ以前からも、たびたび学者や文筆家などが指摘をしている。朝鮮半島でも、中国の古典作品の影響があり、九尾狐は、そのままクミホと呼ばれ、 知られている。物語などの中において組穂は、美少女の姿に化けて、男性をたぶらかしてその命を奪う、悪意ある存在として描かれる。組穂は人間になりたいと願っており、男性の命を奪うのも千人分の心臓ないし、肝を食すことで人間になるためという、実在の同志で学者の田打ちについて、組穂に愛されたという伝説が残っている。組穂は亡くなる直前、彼に、 特殊な玉を送る。その効果によって、この世の理地に到達した同人になったと語られている。この伝説をモチーフにした作品として、1994年に、クミホ、千年愛が、2010年に、僕の彼女はキュービキツネが作られている。ベトナムにも、中国の古典作品の影響があり、キュービキツネと呼ばれる妖怪が知られる。このキュービキツネは、 ハノイの太古に住んでいたが、シチンブシ神によって退治された。シチンブシ神は国内各地の神武病に祀られている。最も古い神武病は、ハノイの神武館で北総年間に建てられたとされる。1472年に太古の南岸に移築された。ありがとうございます。